はい、かわいい、ご満悦、イェイ。はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。今日のテーマは、私の襟足、反っちゃってこういった内容でお届けしたいと思います。というのも、今回ご紹介するゲスト、自ら、のぶさん、私の襟足、反っちゃって、こういったオーダーいただきました。まずは仕上がり見てもらいましょう。ドン。どうでしょう、この裾の方ね、カミソリで剃ってます。そして剃ったところから綺麗にボケていくように刈り上げております。これ床屋さんでいうところのスキンフェードという技法を使っております。カミソリでツルツルに剃ったところから刈り上げが始まるというね、ちょっとね、美容師さんにはなかなか馴染みのない理容師ならではのテクニックだと思います。もちろんこれ男性はやる人いても女性でやる人はなかなかいないんじゃないかなと。ちなみにこれまでね、この信屋本店のぶのチャンネルでは女性の刈り上げ2ブロックたくさん紹介してきましたが、実際髪の毛を剃るというゲストはここ信屋本店でも女性ではたったの3人しかいません。3人しかいないというか3人もいると言った方がいいのかもしれないけどね。そのうちの1人、今日は聖子というゲストを紹介したいと思います。この聖子が襟足反っちゃってと、この反っちゃうシーンを見てもらいます。見ているだけであなたも涼しさを感じてもらえると思います。そして今回の聖子のスタイルというのは上の髪の毛は結べるぐらい長いのね。これが、反るゲスト3人の中でも唯一上が結べるぐらい長くて下を反るというね。他の2人は、全体的にショートなので結べるスタイルではないんですけど、今回ご紹介する聖子は結べる長さでなおかつ下は反っちゃってくれと、こういったオーダーをいただきまして、今日はスキンフェードというテクニックをご紹介したいと思います。この後実際のぶさんがこのスキンフェードのスタイルね、聖子のヘアスタイルを作るシーンを見ていただきます。そしてその後スキンフェードのメリットもお伝えしたいと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では解説します。まずはこのスキンフェードのエリアからいきなりいっちゃいます。ズボン、ズボッとね。ちなみにこのバリカン 0.5 ミリです。もうこの時点でね、反ってるみたいでしょ。でもこれがスキンフェードじゃないからね。この後カミソリで地肌からツルッツルに反っちゃうわけ。でね、今この時点で見るとだね、まあ 0.5 ミリのバリカン入れてるわけだから、もうすでにツルツルになってるみたいなもんだよね。でここだけ見たらおいおい大丈夫かよと、このあとどうなっちゃうんだよって思うよね。これなんかいわゆるワカメちゃんじゃんみたいなね、昭和のあのおかっぱの襟足じゃんってなっちゃうかもしれないんだけど、大丈夫です。このあとパリカンのミリ数を変えてどんどこどんどこ、この刈り上げをねぼかしていくわけね。今これ9ミリです。まず裾を 0.5 ミリで、短く切った後、今9ミリで9ミリのバリカンで上の方をねどん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 切っております。このあとさらにバリカンのミリ数を変えて 0.5 ミリで入れたのをどんどんぼかしていくわけね。次 0.5 ミリの後は次6ミリです。で今回の聖子の場合は裾は反っちゃうんだけど上は長くするっていうね、この2ブロックならではの上から下ろした時の馴染みを良くするために、ものすごく裾が短くて上に行くに従って長くなるという外に開いた刈り上げの面を作るわけね。だからぼかす距離が短いわけですよ。上の方までズボンと刈り上げるんだったらぼかす距離が長いので、まだ刈り上げ、こういったスキンフェードはねそれほど難しくないんだけど、短い距離の中で綺麗にぼかしていく、しかもスタートは反ってあるツルツルの状態からラインをつけずにぼかすというのは意外とね難しかったですよね。で9ミリ6ミリときて今4ミリかな、4ミリで6ミリで切ったところをぼかすと。で今4ミリで切ったところをさらにバリカンのミリ数を変えて、次は3ミリのバリカンでまた4ミリで切ったところをぼかすと。これが今3ミリね。だん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 さっき直線的にね白と黒がくっきり分かれちゃってた 0.5 ミリをね入れた時は白と黒がくっきり分かれて線がくっきりついちゃってたというのが、だん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 ぼやけてくるのが分かってくると思うね。このあとまだまだぼかします。今は3ミリ、そして2ミリ。これねサイドはねそんなに短くしないのね。これもこの後説明するんだけど、髪の毛っていうのは
前よりも後ろが速く伸びる、上よりも下が速く伸びるという性質があるので、サイドはそんなに極端に短くしなくても伸びるのが遅いわけね、襟足に比べると。でこの襟足のブロッキングといって、このクリップで留めてある下のエリアも上よりも下の方が伸びるっていうことだから、だからわざわざ下を反るっていうことをしてるわけね。これも何ミリだったか忘れちゃったな、2ミリの後は 1.4 ミリとかだったかな確か。もうすっかり線が消えてるのがわかるよね。さらにこの後反るからね、カミソリで。これはね、もう床屋さんならではの反るというテクニックで、サイドはこんな風にハサミで切ります。後ろの方からちょろちょろ入ってきたのは、この聖子の友達の直美ちゃんと吉美ちゃんという友達ね。信屋本店ではね、買い取りという面白いシステムがあって、友達同士で信さんの時間を買い取っちゃうというね、そういう制度があるわけで、今回この3人が、仲良し3人組が買い取ってくれたわけね。でこうして、サイドはバリカンを使わずにハサミで刈り上げておりますが、やっぱり下の方が短くて上の方に行くに従って長くなるようにぼかして、カットしていくわけね。で髪の毛の伸びるスピードの話さっきしたんだけど、髪の毛の密集している度合いもね、やっぱり前よりも後ろ、上よりも下っていうことが言えるわけね。だから襟足の方がものすごい密度が濃いわけよ。サイドっていうのは密度がそれほど濃くないのね。だから刈り上げるとなんかこう白っぽくなるでしょ、まあ青くなるとも表現するけどね。それがサイドの方が、長い方がちょうど同じぐらいになるってわけね。ここで、今まずはカラーリング、襟足を反っちゃったら次はカラーリングをして、この後カラーリングの後に、この上の部分をカットするからね。だから順番もね、ノブさんの中ではもう仕上がりのスタイルがイメージできてるから、順番も一番効率がよく一番短時間でできるっていうことをチョイスするわけね。なのでまずは刈り上げをやっちゃった後に、次にカラーリングをしてからの、シャンプーしてからの上からかぶさる髪の毛を切りますよっていう感じ。これね、上の髪の毛はね、彼女はかなり癖っ気で、本当にウェービーなパーマをかけたみたいな癖っ気のね。おいよいよここからが今日のスキンフェードのポイントです。カミソリで剃っております。これはね、美容師さんにも、なかなかね、見応えのある技術なんじゃないかなと。まあバーバーさんね、床屋さんはごく普通にやってるこの襟足の剃るということね。ただスキンフェードといって、その剃ったところからぼかしていく刈り上げという技法はね、誰もができるわけでもなかったりもするかな。やったことない人はね、できない。でただやれば、何回かやればできるんじゃないかなと。でカミソリで剃った後は、どうしてもね、 0.5 ミリのバリカンとカミソリの間に線がつきやすいのね。カミソリでなるべくぼかすようにはしてるんだけど、そこで残ってしまった髪の毛のたまりはこうして直接ね、直にこうハサミを当てて極限までぼかしていくということをするわけね。こうすることで見た目も良くなるし、伸びてきた時に、おかしくなりにくい。これね、見てるとちょっとドキドキするでしょ、ハサミが直接肌に当たってるわけだからね。でもね、当然ね、肉を挟んでるわけじゃないから肌は切れないと。そして、乾かすのはもうゴシゴシ乾かすだけです。もう彼女癖っ気だけど、わざわざねブローで伸ばしたりアイロンしたりしない。ただわーっと乾かして、こんな感じだよと。はい、かわいい、ご満悦、イエイ。ということでご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。スキンフェードね、襟足のところだけ剃ったわけなんだけど、ひとたび結ぶと刈り上げの部分がバッチリ見えて、めちゃくちゃ涼しそう。これからの時期かなり快適に過ごせると思います。そこでですね、今からちょっとノブさんがね、
このスキンフェードのメリットをお伝えしたいと思います。今日なぜこの聖子が襟足を剃っちゃってくれと言ったのか、これが分かるとですね、スキンフェードのメリットが分かってもらえると思います。図解でいきましょう。まずね、後頭部がこうあります。お耳があって、横から見た感じね、横から見た感じ、お顔がこうあって、彼女はここを剃ってくれと、この裾を剃ってくれというオーダーだったわけね。それまで、まあこんな風に2ブロック、このエリアが短くて上の髪の毛が長く残ってますよってスタイルだったんだけど、今回はここを剃ってくださいと。このなぜ剃ってくださいだったのかという話をするんだけどね、髪の毛というのは前よりも後ろ、上より下が早く伸びるという性質があります。これはなぜかというと、過去の動画でも何度も説明してきてるんだけど、髪の毛というのは血液と密接な関係があります。血液というのは心臓がポンプの役割をして一生懸命体中に血を巡らせようとします。そこで心臓に近い部分の方が血液は行きやすいよね、こっちに心臓があるわけです。この心臓が一生懸命ポンプの役割をして重力に逆らって血管に乗って血液を上に押し上げていきます。そしてこの血管というのはね、この辺まで、首を通ってこの辺までは結構太い血管があるんだけど、こっから急にひょろひょろっと細くなっていっちゃうのね。なので血液が行きにくい、逆に言うとここは血液が行きやすいので伸びるスピードが他より速い。これ知っておいてください。襟足の髪の毛が実は一番伸びるんです。ただ女性の場合ね、前髪が目に入らないようになんていう風に切ってる人がいるので、前髪がすごく伸びちゃうの気になると感じてる人いると思うんだけど、実際は見えにくい、この襟足が一番早く伸びております。そこで彼女、刈り上げ2ブロックは長年経験しているので、ここの部分ね、この刈り上げの部分、ノブさんはいつも2ブロックするときは上が長くて下がだんだん短くなるように刈り上げをこんな風に切ることが多いです。彼女ね、聖子もいつもこういう風にしてたんだけど、やっぱりね、髪の毛を切って次来るまでの間にこのエリアが伸びるのがものすごく気になるということのね。伸びるスピードが違う分、だんだん追いついてきちゃうわけだよね、この下のエリアが。だから切って2週間もするとなんかもうこの辺がモサモサしてきて嫌なんだよねと。だからもっと短く、もっと短くっていうのがエスカレートしてて、今回はこう剃っちゃってくれということになったわけ。剃るとなるとこうツルッツルだよね、ツルッツル、もうカミソリで剃るわけだからツルッツルになるわけ。ツルッツルからスタートして、そのラインがつかないようにこうぼかしていくっていうのが今回のカットだったわけです。そうすると伸びてきた時のこのこっちの方が伸びるのが早いということの時間差が少しでもつけられるということになるわけね。なので彼女みたいにここが伸びてきてモサモサしちゃうなという人にとっては、これ剃ることによって日にちが稼げて快適に伸ばせていけるというわけで、当然ね、これからどん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 季節は暑くなっていきます。なので、結ぶことも多くなります。このスキンフェードが見えちゃうというのは一つのデザインのポイントとして、おしゃれアピールとして、やれちゃうというわけね。なので聖子は気に入って刈り上げをしてたわけなんだけど、今回は特に剃っちゃってというリクエストに対してスキンフェードというテクニックを使いました。これね、美容師さんは実は、カミソリで剃るということが許可されていないのです。なので理容師、つまりノブさんみたいな、ね、床屋さんの特権と言ってもいい技術だったりするわけね。でもね、今はなかなかその美容師さんでもスキンフェードをやりたいという人は、なんか電気のひげ剃り、ビーンってね、お父さんたちがビーンってやるあれを使ってスキンフェードをやってたりなんていう人もいたりするので、もしスキンフェード私もやってみたいわと身近で探したらね、美容師さんでやってるっていう人は多分その電気カミソリでやると思います。カット上手な人はね、電気カミソリでやろうが普通のカミソリでやろうが綺麗にこうぼかしてくれると思いますので、まあ私ちょっと個性的なのいいわとかね、伸びても気になりにくい方がいいわとか、チャレンジしてみたいわという人はそういった美容師さんを探してみるのもいいのかなと。それと理容師だからって誰もがこのスキンフェードできるかっていうと、やったことないわっていう人ももちろんいたりするのね。なのでもしこういったちょっとね、個性的なレアな技術やってほしいっていう方は、しっかりとインターネットでそういったことが得意な理容師さん、美容師さんをリサーチするということをお勧めします。やってね、行ってみてオーダーしたんだけど、うちではできませんって言われちゃうとちょっとね、残念な結果になりますので。で、誰もがねこのスキンフェードってのできるわけじゃないっていうのもノブさん分かってます。いくら快適
的だから、いくら見た目が素敵だからといって、私にはちょっとという人は、これまで過去の動画でね、ノブさんはものすごく甘い刈り上げの2ブロックもあれば、刈り上げてないんだけど2ブロックなんていうのもたくさんおすすめしてますので、過去の動画もいろいろとぜひ見てみることをおすすめします。過去の動画の見方というのは、今見てくれてる画面の下にノブヤ本店ノブというふうにこのチャンネル名が書いてあります。そこをポチッと押してくれるとノブさんの動画だけが並んでいる画面に行きます。その上の方にね、動画という文字が書いてあるので、そこを押すと時系列で過去の動画がずらーっと出てくるのね。それを見てもらえると、過去の2ブロックのスタイルご紹介している動画がたくさん見れると思いますので、お時間あるときぜひとも見てみてください。ということで現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。すっかりとですね、季節は梅雨に入りまして、千葉でもね、毎日なんかこう雨が降ってたりじとじとしてたりしてね、過ごしにくい季節になってまいりました。髪の毛のお悩みもこの梅雨の時期になるとね、結構梅雨になると髪の毛まとまんないなぁと、ボサボサしちゃうな、爆発しちゃうな、ぺったりしちゃうな、人それぞれあると思います。でそういったこともノブさんの過去の動画にはたくさんのヒントがあります。あなたが明日からすぐ活用できるようなヒントあると思いますので、ぜひとも過去の動画見てみてください。それと髪の毛ってもうご存知の通り、冬と夏では全く性質が変わってしまうということが多々あります。多くの人はきっと、私冬はいいんだけど夏はいいんだけど冬はっていうのを経験したことがあると思うんじゃないかなと思います。でそれを踏まえた上で冷静に考えてみると、季節が変われば形状が変わってしまう髪の毛、これを一年中同じにしようという考え方の方が土台無理だと思うのね。なのでノブさんがおすすめするのは、冬にいい感じ、梅雨時期になるとこんなになんか嫌な感じになっちゃうな、だったら髪型自体を変えてみたらどうかなと思うのね。冬いい感じ、梅雨になったらこうなっちゃう、こうなっちゃう髪に一番適した髪型にする、この発想って結構大事なんじゃないかなと思うね。変わってしまうものを無理やりどうやったらいつも一緒になれるのかではなくて、変わってしまうんだったら変わってしまったその形状のメリットを生かした髪型をチョイスする、こういった考え方大事なんじゃないかなといつも思っております。でそれにはですね、素人さんのご自身が、あれこれ考えるよりも、そういったことまで踏まえて提案してくれる美容師さんとの出会いっていうのはめちゃくちゃ大事です。繰り返しになりますが、このチャンネルではいつもお伝えしてます。いい美容師さんとの出会いをサボっちゃダメですよと。今ね、インターネットで24時間365日無料でいろんなことが調べられる時代になりました。なので美容師さんを一生懸命探す、自分が求めている美容師さんを探す、これをね一生懸命やってみてください。でその前に、まずは自分はどんな美容師さんを求めているのか、自分はどんなことを必要としているのか、ね、これをまずしっかりしないと、どっかにうまい美容師さんいないかな、この漠然とした考えで探しちゃうっていうのが、今一つあなたが自分の人生の友とも呼べるような美容師さんとの出会いを邪魔してたりする、そんな風にノブさんはいつも思っておりますので、何にせよとにかくいい美容師さんをしっかりと探す、これやってみてください。ということで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。あ、7月4日日曜日夜9時半からライブ配信やっちゃいます。今のうちにスケジュール開けておいてください。このチャンネルの編集&音楽担当の赤ズも今から楽しみにしております。我々2人で皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思います。ではまた、バイバイ。じゃんけんぽい、パーでした。ありがとう。